お前、もう他の者と相談したんだろ。近況を渡ったことが何を意味しているか、もう分かってんだろ。坊ちゃま、ありがとうございます。ごめんなさい。カイちゃん、お前の言う通り、やっぱりろくなもんじゃないわ。という間に半月が過ぎた。海運庫、王中などに続き、多くの者が攻略方法を見つけたが、村を出ることができたのはわずかな者だけであった。出てけこの浮気野郎。おっちゃん、おいらの話聞いて、お願い、おっちゃん。あれ、なんかのレアアイテムが落ちてんのかと思ったら、お前か。あ、オリク。この様子じゃ、さっきのお姉ちゃんとうまくいってないな。やれやれ、かわいそうに。でもお前たちの邪魔はしないから、そんじゃねえ、ホストちゃん。待ってくれ！あの召使いや、クソデブがクリアできたのは、全部お前のおかげなんだろ。見ての通り、熱き苦労して、ホストとしてはうまくいってたんだ。あと一息なんだよ！こりゃ、頼む！プライドなんかもう捨てるから、オイラたちにも教えてくれ！一度忠告してやる。今人気があってやっていけても、10年は持たないよね、ホストちゃん。お前みたいな雑魚に付き合ってる暇はない。俺様の完璧な攻略が今始まるんだ。さあ、バンバン点数を稼ぐぞ。おい、あれオーリグじゃね？なんで奴だ？オーリク自ら、やっと登場か。なんか面白いことになりそうだな。おやま、ご苦労さ。お？なんでコウばあちゃんちの水運びなんか手伝うの？調査結果の中じゃ、コウばあちゃんはミッションのない、ただの村人のはずだよな。じゃあ、好感度を高めたって意味ないんじゃ。俺たちの知らないことがあるのか？ああ、疲れたろ。帰る前にご飯を食べておいき。ありがとう。そうそう、これを息子のいる学校に届けてくれないかい？学校？今度は何の真似だ？コウばあちゃんから頼まれ物だ。それはありがとう。うん。え？おい君、勝手に人のものに書き込むなよ。その詩の最後の一句はずっと悩んでたんだろう。お絶妙、素晴らしい。これだよこれ。ありがとう、お礼をしなくちゃな。
高いもんはいらないから、あなたがいつも使っているタオルをちょうだい。タオル？そのスパイタオルをもらってどうする気だ？あの臭さ感じないのか、恐るべしオリ君。あれ、ホーちゃんちじゃないか？あたいに何の用だい？この匂いはあの方の。そうだった。ホーちゃんはあいつに片思いだったんだ。お礼にあたいの手作り蒸し肉だよ。こうしてオーリクはそれぞれが欲しいものを物々交換していき、村を一周回った。1日で村人120人全員の好感度を高め、臭いタオルプロトコルを完成させた。オーリクのやってることに意味があるのか？もう一月近くこの村にいるから誰もが知ってることだよな。高い好感度はミッションを発動させるスイッチでしかないんだよな。そしてミッションは一人につき一つだから、その人のミッションが終了した後は好感度を上げる必要はないはず。なぜだ？確かに村人120人の中に攻略価値のある人はもうほとんどいないけど、それ以外にもう一人。正直そこまでバカだとは思わなかったよ。本当にあの120人が村人全員だと思ってるのか？え、もういないよな。蝶おばさんの腹の中の子も数えれば。それとも豚や犬もミッション持ってるの？お前らのバカっぷりはとどまるところを知らんな。なんだと？よくわかんないけど、ムカつく！やっぱ近親繁殖のせい。やっちまえ！121人目、久しぶりだな。教えてくれない？俺素質抜群だから世界平和を守るなんてこともできるかもよ。まだ足りない。まだ足りないってか。なるほど。足りないというのは村人の好感度のことだとオーリクは考えた。隠しミッションを探し出すのは容易なことではないが、オーリクのやり方で好感度をマックスまで高める方法は効果的であった。オーリクの好感度の高め方はすごいけど、そろそろ限界だろう。それにみんなの好感度を上げたって。そうそう、結局黒装束の攻略法に繋がらないし。オーリク、喧嘩売りに来たのか？オイラたちが喋ってるのを聞かれた。盗聴ストーカー？バーカ、お前の親父は犬だよ。落ち着け。こいつわざと因縁つけて喧嘩売ってんだよ。雑誌がビビってんのかい？何が名門出身だ。俺らが持っていってみろ。お前らのお母ちゃんは犬と交尾してお前らを産んだんだろ。それとも綿棒、釣り込み、尿意棒。お前な、私を呼ぶために喧嘩を売るな。お前のボディーガードじゃないんだからね。もうそろそろでしょ。ここ数日で村人全員の好感度をマックスまで高めたよ。残ってるのは。いいだろう、私の任務は簡単だ。お金をくれ、一銭だけでいい。お金？待って、普通のお金じゃない、この山のお金だ。この山？霊剣山のお金？お前は持っているはずだ。この桃源郷では通貨は使われていない、すべて物々交換だから、ここのお金があるわけがない。でも麓にある霊系鎮なら。この霊系鎮のお金も霊剣山のお金だよね。嫌なら捨てていいよ。このお金はおかみさんの賭けを勝たせた報酬だ。うん、それでもいい。ごめん、やっぱやめる。このお金は死んだ妻の形見、一人渡すわけねば。誰が死んだ妻だ？あ、お金？何ですかな、それは。通貨のことだよ。交易するとき、同価値のものとして使うやつ。通貨？交易？ああ、言っている意味は大体わかったけど、この村は人少ないから物々交換でこと足りるんじゃ。だから俺様が発行してやるって。通貨があれば商品の流通効率がアップし、村での生産もスムーズにいくよ。
他との貿易もできるし、そしたら村がどんどん大きくなって今よりいい生活ができる。そんな奇跡を起こしたお礼の報酬はただの一銭。無理じゃん。なんで必死に高めた好感度はどこ行った。なんでダメ。理由を教えてくれ。村のためだというのはわかるがの、先祖から伝わったこの生活を変えてはいかんのじゃ。おい、王さんの言ってることは素晴らしいことじゃけど、わしの好みではないな。村長、その年で可愛いキャラってか、心筋梗塞で即死するぞ。オーブ、ちょっとやりすぎじゃない。こんな小細工好きな小僧、試練が続けられるだけでありがたく思えっての。何言ってんの、あの子はあんたの設計上の欠陥を見つけただけなのに。レイちゃんは何にも分かってない。あれは欠陥とは言わないの。ワッチはいつでもパーフェクトさね。もうどこから来るのかね、その自信は。それよりレイちゃんはなんであの小僧をかばうのさ。ワッチとの長年の姉妹愛は。まあ、あの子のおかげでうちに帰らずに済んだわけだし、いい気しちゃうよね。っていうか、あんたさ、天剣堂の長老としての自覚が足りないんじゃない。長老の自覚。何言ってんだい。こんなとこいたって一銭も金なんか出やしないんだよ。やってらんないさね。ボーナスぐらい出してほしいもんだよ。出なかったらわっち何しでかすかわかんないよ。何しでかすか見てみたいな。オーブ、長老やめるか。家元いらっしゃい。あれ、何がいらっしゃいだ。ここは私の家だ。そうですか、わっちの家かと思ったよ。最近方向音痴がひどくなってるから直すのに大金が必要さね。使ってくれる。まずその恥知らず病を直してこい。勝手に大会の計画図を変えるなんて、今年の給料もういらないだろう。これ以上勝手なことするなら長老を辞めちまえ。無双法に帰って修行し直してこい。いつか岩影の境地に達したらまた天剣道を任せてやる。ふっ、ワッチのやってることは全て門下のためだよ。それがわからないと後悔するよ。キッチン坊、キンガジジ。本当に欠陥があるのならやはり封じた方がいいか。あの動線見たことがあるような。まあいいか、メガネないからどうせ見えないし。くそ、オーリクの野郎、なんでオイラたちだけに因縁つけてくるんだ。ただの八つ当たりじゃね。クリアできなかった時の顔が見たいね。おい犬ども、出た。あれ勝手に挑発するなって言っただろうが。これで最後だから。うん、開き直った。この村ではお金は必要ない。でも俺からお金を取ろうとしたお前はお金を知っているということは持ってるかも。持ってるなら俺にくれる。私に渡すお金は私から。よく思いついたね。まあルール上ダメとは言わないけど、そう簡単に渡すわけにはいかない。金や銀での交換も無理。どんな貴重なものでもこの山じゃ一銭の価値もないからね。それとも力を使うつもり。どんな手段でも受け入れるよ。外のものは価値がないってことは前から知ってる。だからこの山のもので交換する。おいおい、本当にいいの。明らかにどこか重要な場所で使うアイテムだろ。こんなちっぽけな村で使う気。神秘感ゼロ。拷問って書いてある鍵、ゲームマスターが誘導してまでも回収したい動線。どっちを選ぶか考える必要がある。お前やっぱり面白い。鍵をもらうわ。その通り、それは山のもの。私にとっても特別な意味がある。クリア、おめでとう。やっと一人の人間になれたんだ。このチャンスは絶対逃さねえ。お前がちょっかい出してたサンバカ、偶然クリアしてな。お前の次に連れてくよ。どうぞここからお進みください。
ご分を。結局あいつも無事にクリアしたか。っていうかあれ何の鍵？レイちゃん。大根の売上金が入った金庫の鍵。そんな大事なものを任務のアイテムに？なんで？なんかね、こっちの方が面白いかなって。全財産をかけたみたいな。かけ方豪快すぎるわ。もしあいつがレイちゃんの思うように動いてなかったら。でもうまくクリアしたじゃん。多分黒装束の正体もう分かってると思うよ。レイちゃん、初たもえ死ね、200年度島。ひどっ。クリア商品はね、桃源郷での点数によって自動的に宝箱からアイテムが出るようにしたの。そうすればあのルーキーたちがゴールまでたどり着く可能性がずーっと高くなるってことさね。でもゴールした人は何十年も出てないほど難しいわけだし、ルーキーたちの自信をなくさないための商品システムってこと。人情味あふれた設計でしょ。ふん、普通じゃ。ゴールせんでも見込みのあるものは入門させとる。まあ、ひねくれもな。お前が言うか。結構素質のいい子もいたから欲しいんでしょ。うまくいったらわっちのおかげだよ。なんかちょうだいね。雑談はそこまで。天剣道の長老として商戦大会の監督にも任命されているのですぞ。一人じゃ寂しいと思って付き合ってるだけさね。博打のことがバレたのは誰のせいじゃ。わっちのせい？おかげでずっとここにおらにゃならん。大会も半分くらいまで来たが、結構いい感じの子がいたって。ここまで来れる人はみんなある程度の素質を持ってるよ。でもこの氷風谷からが本番さね。一番目で桃源郷を出たこの海雲穂、任務完成度はそう高くないが、一番目だからいい商品をもらってるはず。素質は二流のやや上。レイ君はギリギリレベル3だけど、期待できる人材だよ。村を出てもう半月経ってる。トラップやモンスターもなんとか避けてきた。もらった商品は高等装備。なんとかここまで生き残った。ワクワクすぎて震えが止まらないよ。今だ、連行三品。こいつ三つもレベル下げたのにまだこんなに恐ろしいと。はい、ウンホ様。私ですよ、オーチェです。久しぶりです。こんなところで会えるなんて偶然ですね。あ、もしかしてカイ・ウンホ様一人で戦ってました？ああ、全く歯が立ちませんでしたよ。あの、私だけじゃ力不足ですが、みんなで一緒に戦えば勝てるかもしれませんよ。そうでしょ。奴は今3つレベルが下がって2級程度だから、俺たち6人のアイテムをうまく使えば勝てるはず。ちょっと待て、どうなってる。ないのか。なんか前よりどんどんでかくなってるぞ。モンスターさっきより5倍くらいパワーアップしてないか。一体どういうこと。これお前が言う人情味ってやつ。そう、相手が1人の時は3級でレベル9。今6人もいるし、
モンスターも人数に合わせてパワーアップしなきゃ。人が多ければ力も大きいってやつだね。人海戦術が全く通用しないシステムなんよ。まさに忍者海の最高峰。どんな理屈だ。それ以上ヘリクス並べられたら死ぬ。しかもこれじゃ誰も通れないだろう。まあこいつらもう無理だな。じゃあ何を見ろっての。今年の新人全滅じゃん。こいつらは無理ってだけでクリアできる人がいないってこっちゃないよ。来たの、もし登場ってか。あれはオーリクル。なぜ奴がここに。半月以上離されていたはず。お、なんだ、3回で終了か。大幅に距離を稼げて便利だったのに。移動か。それで追いついたのか。王さんは君たちと同じ半月ほど後に出たはずなのに。何かとんでもないアイテムをもらったんじゃねえか。今足元光ってたよね。それだ。君たちも特殊なアイテムを。いや、なんだ。一気にここまで飛ばされた。なぜ。どこでもなんとかみたいなものか。これ以上聞くな。で次は何すりゃいいの。お、なるほど、今度はお前を倒しゃクリアってことだな。今度はこいつリドンカであちこち飛びながらモンスターを倒してきたってこと。最後に残ったこのアイテムを使って。幻想剣。なんでこんな超級レベルのものが商品に。嘘って、なんでお前まで驚いてんだよ。こんなふざけた商品システム考えたのお前だろ。点数によって自動的に商品をもらえるシステムだから。こいつおそらくとんでもない点数出したな。でも修行もしたことないものに理論家や幻想剣のような霊法を操れるわけがない。どうして。悠久の時を超えて霊剣山で待ってるぜ。今君